墨田ストリートジャズフェスティバルは8月第3土日曜日の2日間に東京都墨田区近市町周辺の公園、屋外スペース、店舗など複数会場で実施される無料の音楽イベント。運営は市民ボランティアが組織する実行委員会によって行われている。2010年8月21日、22日に第1回が計24会場で開催され、 約2万人の来場者を集める。ボランティアによって運営されているイベントで、運営資金は、スポンサー協力、寄付、グッズや飲食ブースの売り上げで成り立っている。また、パンフレット及び、全会場への入場、演奏は無料である。2011年は、収益のすべてを、東日本大震災の義援金に充てることを、発表している。会場は、近視町駅南口。 北口、オシアン駅周辺の屋内外会場。会場は多岐にわたり、ホール、カフェ、神社、バー、建物の屋上、公園、専用集会バス等で開催される。音楽のジャンルは多岐にわたり、ジャズ、ブラック、ブルース、フュージョン、ラテン、ビッグバンド、ボッサ、ゴスペル、ディクシー、エトセトラと、様々な人が楽しめるものとなっている。2010年に、 街の至るところに生の音楽が溢れ、誰もが気軽に楽しめるイベントを立ち上げたい、と地元有志が集い立案された。第1回は約2万人を動員し大成功を収めた。東日本大震災により2011年、第2回の開催が危ぶまれたが、届けよう元気、をスローガンに隅田の街を活性化させ、被災地を支援することを目標に開催が決定された。 2011年8月20日21日の第2回ではエリアを押上ア周辺まで広げ規模を拡大して実施された。8月21日はうってんのためいくつかの屋外会場でライブが中止となった。2011年開催当日は各会場を周回するジャズバスを関東で初めて運行した。音楽ライブだけでなくフットサルバスケット 氷の彫刻、ダブルダッチ、駄菓子スタンプラリーなどのイベントも同時開催された。また、韓国第3の都市、テクにて開催されるジャズフェスティバルとの同日共催による中継も行い、8月28日に相互協力関係を結ぶ調印式がテク国際ジャズフェスティバル会場にて行われた。 墨田ストリートジャズフェスティバル実施概要アーカイブド2011年8月14日、アットザウェーバックマシン。ありがとうございます。